はい、こんにちは。今日は習慣化のお話をしていきます。記録をつけると継続力が身について、継続力がつくとやっぱり行動が変わるっていう、そんなお話をですね、3段階に分けてしていこうというふうに思います。で、皆さんこう何かですね、例えば年始に目標を立てましたとか、こう期が仕事とか学校とかが4月になって新しく学年が変わったとか期が変わったっていうので、何か新しいことを始めようとかっていうふうに、いろいろとこう行動とか考え方をいろいろ変えようっていうふうにされている方たくさんいらっしゃるかと思います。とか、あるいはこういったその4連休を過ごしたとか、4月に4連休ありましたよね。それから、もう間もなくお盆休みがありますとかっていうところで、いろいろなんかちょっとした長期の休みがあったら、それをきっかけにいろいろとこう何かを始めようみたいなことを思われている方たくさんいるかと思います。ところが継続するってかなり難しいですよね。僕もそれかなり悩んでるんですよ。で、悩んでる中やっぱりいろいろやっていくと、今日お話しするやり方が個人的にというか、科学的にもいいと証明されているし、個人的に今やっててかなりいいなと思っているものを今日は紹介していきます。で、継続の大切さっていうのは皆さん分かってるじゃないですか。続けてたら今頃あれをずっと続けてたら、例えば筋トレをずっと続けてたら、こんなお腹出なくて済んだのになとか、英語の勉強を続けてたら今頃海外に留学できたりとか、英語圏の、ビジネスがもっとできたのになとかって、いろいろやっぱ後悔ってあるんですよ。人生の可能性が広げられるし、チャンスっていうのもたくさん舞い込んでくるっていうのも分かってるにもかかわらず、なぜか挫折するんですよ。で、それなんでかっていうと、何をするのがいいかじゃなくて、それをどのようにすればいいのか、そしてそれをどう続けるのがいいのかっていうところまでやってないんですよ。例えば英語を習得したいって考えたとしても、皆さんが考えるのっていうのは、だいたい英会話教室に通おうとか、本を読もうとか、留学しようっていうふうに何をするかまでなんですよ。じゃあ英会話教室に通い続けるにはどうするのか、本を読み続けるにはどうしたらいいのか、留学をして英語を習得するためにはどうしたらいいのかっていう、どのようにとかどう続けるかが抜けてしまっているんですよ。他にも、痩せたいってなったら運動制限しちゃダメ食事制限したりとか、運動をやるとかっていろいろ考えますよね。で、それから、資格を取りたいってなったら学校へ通うとか、そのための教科書を買うとか、問題集を買うとかってやつ。でも買ってそれをやり続けるかどうかなんですよ。どうやるか、どう勉強するのか、どうやり続けるのか、やり方っていうのは分かってるんですよ。学校に通いましょうとか、運動しましょうとか、食事制限しましょうとか分かってるんですよ。分かってもできないと。で、これを一言で片付けるなら、やらないお前が悪いって言ってしまったらそれまでになってしまうんですけど、要はですね、やり方ではなくて、やり方は皆さん誰もが思いつくし、やろうと思えば誰だって手をつけられるんですよ。そうじゃなくて、続け方っていうところに注目しましょうというところで、これいろんなですね、成功事例っていうのを探った研究があったんですよね。で、その探っていく中で一番良かったのが記録をつけることだったんですよ。記録をつける、要はノートに何か書くとか、携帯にメモをするとか、よくあるのが、例えばやり方を記載をしておくっていうこととか、残しておくっていうことは、いろんなところでやってるんですよ。例えば営業のマニュアルとかですね。で、営業のマニュアルでやり方を書いたところで、パターンが違うところが来たら、もうそれに当てはまらない、その商談が来た瞬間に固まっちゃうんですよ。そうじゃなくて、営業の記録をつけておくんですよね。営業の記録をつけて、この時のお客さんはこういう対応をした、この時のお客さんはこういう対応をしたっていう生の経験が入っていくから、営業で実績を続けられるような知恵が溜まっていくっていう話になるんですよ。とか、貯金のコツっていう勉強で、貯金のやり方っていうのをいくら勉強していくよりも、家計簿をつけて、今日はいくらの出費があって、いくらの収入があったっていうのを毎日コツ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 つけていく方が、今月は3000円赤字だから、来月それを補填するために6000円の出費を抑えようとか、6000円多くめの収入を取ってこようとかっていうことを考えなくちゃいけなかったりするんですよね。だからダイエットの知識で、朝バナナダイエットとか、納豆ダイエットとか、運動するとかっていう知識は皆さん持ってるんですよ。持ってるけど、続かないのは、知識だけで実際にそれをどうやっていくか、どう続けるかっていうのがないんです。っていうノウハウを持ってないから、だったらもう体重記録しちゃいましょうとか、よくあるのが、そのツイッターとかフェイスブックで毎日自分の写真を鏡の前でパシャパシャ撮って、それがちょっとずつお腹がへこんでてるのかどうかとか、筋肉がついてるのかどうかとかっていうのを記録した方がはるかにいいんですよ。はい。で、じゃあ記録しろってお前言うけど、どういう風につけたらいいのかっていうと、これはちょっとごめんなさい、なぎやりの言い方で申し訳ないんですけど、好きにつけてください。もう自分が一番続けられるやり方なんですよ。これなんでかっていうと、このやり方ですっていう風に続けてしまうと、
それまたやり方に走っていってしまって、結果縛られたやり方だとモチベーションが上がらないから持続しないからやめちゃうんですよね。だから文章が続けやすい人は文章で書くべきだし、写真がいい人は写真だし、数字だけがいい人は数字だしっていう風にいろんなやり方をしてください。ノートにつけてもいいし、メモ帳に書くでもいいし、携帯に載ってもいいし、音声で残しておくでもいいし、映像で残しておくでもいいし、いろんなアプリとか本とかってあるんですけれども、いろんなもので学んでこういうやり方がいいですよっていうことをあなたに与えられたとしても、それがあなたに合わないっていう可能性があるので、合わなければ続かないです。だからあなたが続けられる方法でやっていくっていうのが一番です。僕個人的には例えば日記を今書いたりとかしてるんですよ。日記を書いたりとか筋トレとかでも腕立て伏せ何回とかスクワット何回やったとかっていうのを今ノートに取ったりしてるんですよね。僕個人は手で書くっていうやり方が一番モチベーション維持しやすいし、何日にやったから今日はじゃあもう2回くらい足してやろうかなとかっていう風に過去の自分と戦うことができるので、やっぱり過去の自分を超えるっていうのが僕個人はモチベーション上げるのに非常に大事かなって思ってるので、僕のモチベーション上げるのに非常に大事な要素になっているので、そういうやり方をやっているんですけど、ノートに、記載していくというやり方をしています。ところがノートに記載するっていうのがいちいち書くのがめんどくさいとか、っていう方はやっぱり中にいらっしゃいますから、そうなったらも写真1枚撮るだけがいいとかっていう方もいると思いますし、そっちの方が楽だし続けやすいっていうのであれば、それをぜひ続けてやっていただきたい。あとはやっぱり記録っていうのは人生の質を上げていくためには非常に重要だというふうに書かれてましたので、昨日よりも今日よりも明日良くなっている自分っていうのがいろんな形で見えたとしたら、やっぱり自信にもつながるし、モチベーションも上がるし、もっとやってやるぞっていう、その可能性を自分で広げていくっていう、素材になっていくものですから、ぜひですね、いろんなやり方で記録をつけていって、皆さん自身チャレンジしていただけたらなというふうに思います。ということで、継続力を身につけるためにはやり方ではなくて、どうやるか、そしてどう続けるかっていう方法を学んだ方がはるかに、そしてどう続けるかっていう中で、成功事例として一番高かったのは、記録をつけることですよっていうことでしたので、ぜひ記録をつけて皆さんがやりたいと思っていること、継続させたいと思っていることを、チャレンジしてみてください。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。